というわけで、ご視聴様でした。すごいね、マイルドで、濃厚な感じでございましたけれども、これも、昭和34年創業のカツ屋、元祖とんかつカレーですね。濃厚だが、胸焼きしないような、その味の、胸焼きしないと、その味は気の遠くなるような調理工程ということです。玉ねぎ、にんにく、にんじん、生姜、セロリなどベースト状になるまで炒めるということですね。まあその他いろいろと、ぜひ皆さん行ってみてください。 JR 難波駅から近くです。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。